じゃあ今回のゲストは T カースケさんです。ありがとうございます。どうもこんにちは、 T カースケです。どうも、オレカシさん、はじめまして。あ、はじめまして。やったー、嬉しいです。今日はよろしくお願いします。いや、今回はですね、もうだいぶ経ってしまったんですけども、はい、以前、始発列車でコラボさせていただきまして、その時に次回は500人突破記念の動画では T カースケさんにまた協力してもらうっていうことで話が終わってたんですけど、その時に僕からお願いしまして、まあ、オレカイ一緒に歌ってる、まあ、今画面に映ってますけど、オレカイがもう T カースケさんをね、崇拝してまして、もうこっちじゃないですけどねそんな感じで、まあ、僕らがゆずと共演しておるかの勢いだと思うぐらい多分崇拝してると思うんですけど、どうですか、はい、オレカイさん、この場をいただきまして。いや、本当に嬉しいですね。しかも二人とも好きな曲だったんで、それを提供してくれるっていうのは運命を感じますいや、本当にありがとうございます。まあ、そんな感じで、本当はね、はい、9月ぐらいに投稿したかったんですけども、一応ね、500人突破記念の動画ということで、今回の曲は今回の曲は、ゆずさんのダスティン・ホフマンです。そうですね、今回は僕がいつもというか、たまにお世話になってる、ダイチャング・ミュージック TV の登録者数が500人を突破したということで、僕が自分で作ったダスティン・ホフマンの音楽を一緒に歌いたいと思って提供させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、びっくりしたら、まあ、カラオケ音源化ぐらいのね、聞いてもらったらびっくりすると思うね、知っとる人は特に、まあ、その辺の質問とかもね含めまして、それはまた違う動画で投稿させてもらうんですけども、はい、まあ、今回はね本当にカースケさん、ありがとうございました。どういたしまして。それでは早速いきましょうか。それでは聞いてください。どうぞ。確かこの辺にあったような気がする。お、
地ホンマンだったらこの部屋を伸び出して今すぐ君を迎えに行くのだろう。だけど僕にはそんな勇気もなくて、ファミレスで一人こんな歌を今日も書いてる。結婚っていう